NiziU は結成以来9人の一糸乱れるダンスパフォーマンスで人気を集めてきました。ハイレベルなダンスはいかにして生まれるのか。今回 SONGS は普段めったに入ることが許されない NiziU のリハーサルに密着しました。演じする、はい、せーの、 We need to party。 やっぷやっぷ、まだこの日は新曲クラップクラップのダンスリハーサル、うん、音楽お願いしますクラップクラップはこれまでの可愛らしい NiziU のイメージを覆す力強い動きと激しいフォーメーションチェンジが特徴です。NiziUの楽曲の中でもダンスの難易度は最高レベル。今回のリハーサルで問題となったのがこのフォーメーション。ここ前に出なきゃ。メンバーが一直線に並ぶはずが横のラインがうまく揃いません。自分たちで話し合いダンスの完成度を高めていきます。誰を基準にするかだけ決める。じゃあこそこから基準、ここじゃあ私と今が前に行って、うん、ミーヒがいつも遠いから結局この時にだからこの時はまこちゃんからこっちの人たちが全員もう積極的に前に来ることと、うん、もうでその4人は動かなくていいってことやな。じゃあもうそのままに、うん、もう動かんとそのままいらっしゃって立ち位置の基準となるメンバーを決め合わせてみることに。おお。その結果横並びのラインが見事に揃いました。メンバー全員が納得できるレベルに達するまで一切妥協はしません。完璧主義じゃないけどみんなめっちゃいいものが出てほしいって気持ち強いから、うん、どうしても時間かかってもみんなしっかりちゃんと合わせていこうっていう。前までは何回やっても何回やってもなんでこんな揃わんのかってなるけど NiziUっぽいスタイルもなんか出てきてるんじゃないかなと。ところが一つになった。かっこいい。あれはもうどうもうほぼほぼ日常というかもう毎日のように練習するわけですか。そうですね。はあ、はあ、言ってましたもんね。スケジュールこうやってこう番組のスケジュールがない日はみんなで練習したりレッスンを受けたりして過ごしてます。ダンスの練習ずっとするんですか。そうです。大変だねそれは。いやでもあの完璧なものが出てほしいので、うん、私たちはやります。なんかしんどいよりもやります。もっとやんないと。偉いな。だからそれだけこう揃ったねダンスになるわけなんですよね。どうですかこうチームワークというものはなんかこうより増してる感じ。なんか私あのリーダーなんですけど、うん、もう本当にリーダーの役目いるのかって思うぐらいみんなちゃんとしっかり動いてくれるし、うん、あの意見もちゃんと言ってくれるし本当に安心してこう安定したリーダーを保てるっていう感じのポジションですね。それやっぱあれなの共同生活してるところが大きいんですか。
そうですね、そうだと思います。すごいもう朝起きていて寝るまでいるので一緒にやっぱりそれには意味があるんじゃないかなと思います。ずっと一緒にいる。